今からぞめき囃子を奏でますので、今日は皆さん方に2拍子の手拍子をですねちょっとお取りいただいて、少し阿波踊りのリズムを覚えていただこうというふうに思ってますので、よろしくお願いします。簡単なリズムです。でこの中にも今スピードを上げるとリズムを上げるとですね、皆さん方がこういう風な形でちょっとこうしんどいなっていう叩く方もいらっしゃいますけれども、リズムが上がってくるとなぜか体が浮かれてちょっとこう上半身でリズムを刻んでくるような、これが阿波踊り本来の浮かれのリズムという三連符のリズムのゆえんです。ですから阿波踊りは浮かれる、心も浮かれる、体も浮かれる、楽しい踊りになるんだというふうに考えていただければと思います。そして今皆さん方が手拍子でパチンと合わさった時に、その椅子のままで結構ですので、お立ちの方はそのままで足を少し出して、でまた帰っていただいて、手を叩くときにもう片方の足を出す、その繰り返しになります。でこの時に男踊りは肩幅ぐらいに足を広げて、その足先、足が向いてる方向に少しポンと出していく。女性はしとやかに優雅に品よくしなよく足を出すためには股を割りません。前の方に重ねるような形で軽く上品に出す、これが阿波踊りのね、まあ、コツだというふうに覚えてください。それを今そのままお座りの状態でいつからちょっとやってみます。まず手拍子です。いきますよ。はい、右左右、そうそうそう、右左やるんですよ。そうそうそう、はい大丈夫ですね。はい、それではね、もう最後手です。手はね、難しく考える必要はありません。右足が出るときに右手が出ます。そして左足が出るときに左手が出ます。これの繰り返しになります。よろしいですか。はい、どうぞ。いきますよ。はい、右左右左、やめようかなと思ったんですが、後ろの方の多くの人がですね、手を出すときに、右手を出すときに右足が出るときに出しますよということは言ったんですけども、その通りしてくれるんですが、毎年ご覧になっている方は分かると思いますが、歩くときと逆さまだと思っている人がほとんどなんですね。でも歩くときは手がね、下からこう出ていきます。ですから左足が出るときに右手が出ていって、普通に自然に動くわけです。でこれがね、歩くときと逆だったらこういう形に、ね、滑稽な形になりますね。これでは阿波踊りになりませんので、阿波踊りは歩くときと全く一緒です。ただ右手と右足が一緒っていうのは、歩くときにこういう形で出しますけども、これをここまで行っちゃってください。その時に下ろす時は必ず右手と右足は一緒になりますね。ですから 1,2,1,2,1,2,1,2 って必ず上から出す時に限って、右手と右足、左手と左足が一緒になります。でそういうことを思ってください。ですから歩く時と逆じゃないですよ。でだから下から出さないということを覚えてください。男踊りはね、たまに下から出す時ありますけれどもね、女性なんかは必ず手を上に上げてますから下ろすことはできません。ですから必ず
右足が出るときに右手の方が少し前の方に、下ろすぐらいの気持ちでやってみてください。じゃあ最後に1回だけ、今日は間違えないように両手を上げていただいて、はいどうぞ、両手を上げていただいて、右足が出るときに少し前に出す、あまり下に出さない、前に出す、左手はそのまま高く上げて、そしてもう1回変えて、今度は左手が左足の時にちょっと前に、右手はその分高いですよ。ですからコツは残ってる方の手の方が高い、かっこいいわけですね。そういうことを今から最後にやります。はいどうぞ。はい、なぜ皆さん方にちょっとお教えしたかというと、私たちのオリジナルの舞台今からやりますが、最後に数分間皆さん方そこをちょっと外しますのでね、こちらで一緒に数分皆さん方と一緒に踊る和法になって楽しんでいただこうかなと思いますので、そちらの方でご覧いただいているお母さんもね、必ずこちらで一緒に踊ってください。よろしいですか。それでは今から青鳥振興協会が誇りますオリジナルの舞台